西京極ですね。いました。シナパン大丈夫ですか？なんか頭混乱してないですか？いやでも、なんていうんですか、ね、ハイレベルなことをしたんですけど、基礎の先のことをした。ああ、なるほど。これでも理解できるかと思うんですよ。今、10メートル、20メートルの意識があって、自分が、なるほど。本番の時はもう自分がしてるから、うっすらいどうも練習お疲れ様でした。翔太さん、M35 で、はい、去年あれですよね、100m で、清介さん、はい、に次ぐ2位ってことで。で、一昨年が、鳥取の時、60m で。で、清介さんに勝ったってことですよね。はい、いや、本当で。いや、清介さんがそう、60は2位で、100は1位っていうのはね、去年、一昨年か、はい、その時、聞いてたんですけど、勝ったのが兵藤さん。今日もスタートを見させていただいて、まあ、さっきね柴田シナパンとかにすごい指導してましたけど、やっぱりあのスタートは自分の中でハマった感じです。そう、僕も YouTube とか、ね、先ほど動画とかなんかいろいろ見て、はい、学んだと思います。それを自分で試してみてハマったら、で一番ハマったのがあのパターン。いや、今日勉強になりました。本当にありがとうございました。またお会いできるのですね。今年38、7、今年7、まあ、しばらくはじゃあ M35、 またお会いできること楽しみにしてます。ありがとうございました。お疲れ様でした。監督さんと昨日お会いしたんですけど、福井行ってたんで、まあ、今日から手術、今日が入院で明日手術。監督さんのチャンネルも見ていただいてるってことです。はい、見てます。監督にはいつも力をもらってるんで。いや、本当ね。力をもらってると、ね、練習の内容、はい、いろいろ参考にさせてもらってて、娘と一緒に陸上やってるんですけど、はい、いろいろ勉強させてもらって。いや、本当、監督の、ね、ドリルとか分かりやすいですよね。分かりやすい。説明も。分かりやすいのとね、はい、監督好きなんですよ。あ、そうなんですか。すごい喜ぶと思います。いやいやいや、はい、監督には、ケンラテって言ってもらったら、はい、あ、ケンラテ誰だなって。ケンラテさんですか？あ、俺ケンラテだね。じゃあ多分ね、はい、あ、こいつがケンラテか。あ、すごい繋がりましたね。はい、陸上やっぱり、ね、寺下さんはすごい。 M 今年 M50 で、はい、で去年が11秒3、そうですね、マックスですね、でまだ陸上歴4年。陸上歴、そうですね、まあ、試合とか出だしてからは、そうですね、全国大会は3回目ぐらいですかね。4年目ぐらいですごい。まあ、私知り合いもね、さっき言いましたけど、七森さんとか、はい、森本さんとかのお話で寺下さんの名前出て話したことあるんで、はい、どんな方かなっていうのを実は思ってたんですけど、あ、そうですか。今日お会いできて、はい、本当光栄です。ありがとうございました。勉強になりました。またね、全国大会、まあ、今後もね、はい、またいろいろ繋がりますよ。そうですね。ありがとうございました。今日はすいません、はい、どうもお疲れ様でした。田村さん、ありがとうございました。なんかツイッターでね、両親のやつ見て、早速声かけさせていただいて、来ていただいて、ありがとうございます。すみません、お子さんもいらっしゃるので。下さんなんで。いやー、もうそれ聞いただけでめっちゃ嬉しくて、もうあれもうリツイートすぎちゃって。ありがとうございます。まあ、シグナル以来、お会いして。わざわざ、言葉に聞いただいて。若干ちょっと離れたんですけど。いやー、すごい良かったです。普通に、勝てなかったし。またそうです、ね、よろしくお願いします、はい、お互いね、ベストコンディションで今度は。そうですね、今結構ヘトヘトなんですけど、いや結構疲れましたね。そうですね、暑さが ないところにね、もう思うんですけど、この感じこの梅雨明けの一番暑い時で、そう、暑まって次はベストコンディション、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。